自衛隊が設けられて12年、その記念式典が池田総理を迎えてこのほど明治神宮外苑で行われました。一条の訓示が終わった後、陸海空4200人が雨の中を分列行進。この日総理は差し出された傘も断って隊員に心を配るなど大変な張り切りよう。折からキューバ問題を背景に満12歳を迎えた自衛隊は普通科部隊を先頭にたくましい成長を見せています。空挺部隊に続いて婦人部隊が続きます。ひときわ異彩を放つ婦人部隊に総理もすっかり目を細めていました。こうして新国軍の威容を誇示して式典の幕を閉じたのです。